前回のフクロウと一緒で、今回は2体1セットになってますので、結構お得感はあります。皆さんこんにちは、重装レゴブルダー、ひらひら。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター不思議の森の動物たちの続きになります。前回の動画でフクロウとハリネズミを組み立てました。フクロウ自体がパステルカラーがふんだんに使われていて、造形も可愛らしくてとても良かったです。はい、今回は小鹿とウサギに組み替えます。はい、フクロウとハリネズミの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは小鹿とウサギに組み替えます。完成、小鹿とウサギです。はい、今回作った小鹿とウサギも可愛らしいです。ちなみに一個気になったのはウサギなんですけど、これどう見てもなんかリスに見えちゃうな見方によってはリスに見えちゃうんですよね。はい、ではまずは小鹿から見ましょう。全体はこのようになっていて、小鹿のベースカラーは前回のフクロウと同じで紫色になってます。はい、ではドアップで見るとこのようになっていて、前回言ってなかったんですけど、目のプリントパーツでかいですね。続いて胴体はこのようになっていて、僕これ結構好きなのは胴体カラーの一部に薄紫色のパーツが使われていて結構綺麗に見えます。はい、続いて足はこのようになっていて、足についてはまぁ、ちょっと手抜き感はあるんですけど、少ないパーツで足を再現しているのがいいと思います。尻尾はこのようになっていて小さくて可愛いです。はい、では小鹿の可動範囲について説明します。まず頭部がこのように回転して、首がこんな感じで動きます。耳はこのようにヒンジになっていて、こんな感じで動いてここまで動きます。足4つはボールジョイントになってますので、こんな感じでグリグリと動きます。つま先はヒンジでこのように動きます。はい、続いてはこちらのウサギです。全体はこのようになっていて、ウサギのベースカラーは薄い黄色色となってます。これ先ほども言ったんですけど、これ見方によってはリスに見えます。まあウサギと言われたら、まあウサギですね。正面から見るとウサギに見えるんですけど、これ見方を変えるとなんかリスに見えちゃうんですよね。はい、じゃあ近くで見ましょう。ウサギの造形は全体的に結構カクカクしてます。はい、リスの可動範囲について説明します。まず耳がこのように動いて、ヒンジでこんな感じで動きます。耳たたんだらなんか乗り物みたいに見えちゃいます。足はヒンジになってますので、こんな感じで動きます。はい、2体を並べるとこんな感じです。前回のフクロウと一緒で、今回は2体1セットになってますので、結構お得感はあります。はい、それでは最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。小鹿とウサギはミニフィグ2体分の大きさはありますね。ただウサギについては耳覗けば胴体でミニフィグ1体分です。これ小鹿なんですけど、ミニフィグ多分乗れると思うので後で乗せてみようと思います。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。ウサギなんですけど、大きさ的にマリオとまあほぼほぼ一緒ですね。なんかマリオのキャラクターにこういったウサギっていったような
ような気がするな。コジカなんですけど、マリオと並べると、大人の鹿に見えちゃうな。では、コジカにミニフィグを乗せます。ちなみに、ジョイントとかないので、こんな感じで乗せます。はい、乗せてみると、こんな感じです。あ、なんか、こうしてみると、コジカというよりかは、なんか、大人の鹿ですね。いや、でもこれ、大人の鹿にしては、結構、でかいですね。では、続いて、マリオを乗せます。あ、これ、パーツ的に、無理かも。あ、いけないいけない。はい、マリオ乗せてみるとこんな感じです。なんか大きさ的にレゴマリオとちょうどいいですね。はい、レゴクリエイター不思議の森の動物たちの子鹿とウサギはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター不思議の森の動物たちの子鹿とウサギを組み立ててレビューしていました。今回組み立てた子鹿とウサギなんですけど、前回の袋と一緒で可愛らしくて結構良かったです。まず子鹿についてなんですけど、ベースカラーは前回の袋と一緒で紫色が基調になっているんですけど、パーツの使い方自体が結構面白かったのでとても良かったです。続いてウサギなんですけど、ウサギは薄い黄色がベースになっていて、造形自体も面白くて良かったです。今回も前回のフクロウと一緒で2体ワンセットになってますので、2体作れるのが結構お得だと思いました。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではこちらのリースに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。